皆さんこんにちは、リカルです。今回の動画では関西の人気観光スポット淡路島でお気に入りの観光スポットをご紹介します。淡路島に行ったことがある方も楽しめる動画になっていますので、ぜひ最後までご覧ください。明石海峡大橋を渡って淡路島に向かいます。淡路サービスエリアは下りのみ入ることができます。お昼時間は混みますのでご注意ください。ランチはお気に入りのお店で食べるので淡路インターチェンジで降ります。ランチはこちらのお店でいただきます。人気のお店なのでオープンと同時に入りました。こちらのお店は淡路の美味しい魚介類がいただけるお店で、刺身盛り合わせはいつも頼みます。淡路のシラスは鮮度抜群で本当に美味しいです。刺身盛り合わせ、タイとタコのカルパッチョ、天ぷら盛り合わせ、淡路牛のたたき、アジの棒寿司、淡路しらす丼、鮮度抜群で美味しい。淡路の美味しいお魚を食べるならこちらのお店へどうぞ。続いて伊佐奈木神社近くにある話題のこちらのお店へ。これからのんきなりしという雑貨屋さん兼カフェに、駐車場が少し遠くにあって2、3分歩きます。こちらのお店は心が休まるような空間作りと暮らしの雑貨を多く取り揃えているお店です。店内にはカフェスペースもあります。素敵な食器や雑貨が多く、見ているだけでも楽しめます。2階に行ってみましょう。素敵な家具に見とれていました。こちらのお箸は用途別で様々な形をしています。お箸を何本か購入しました。ギフト用のラッピングが可愛くてお土産にぴったり。続いて日本最古の神社として有名な伊佐奈木神社へやってきました。淡路島は伊佐奈木様によって作られた日本で最初の島と言われています。国歌にも出てくるさざれ石があります。参道を進んでいきます。神社の手前には池があります。参拝の前に手を清めます。二礼二拍手一礼で参拝します。参拝する場所の隣には樹齢900年と言われる夫婦の大楠があります。
ても立派な大きな木でパワーを感じました。淡路島に来たらぜひ行ってみてください。最後にご紹介するのはこちら、グランド日光淡路を含め隣にある淡路夢舞台は、世界的にも有名な建築家である安藤忠雄が設計した建築物です。ここでは安藤忠雄の建築を堪能します。まずは海の教会を見に行きます。自然の光で教会内に十字架が描かれています。続いて夢舞台を見に行きます。少し歩きますが、案内板に従って移動します。5階に到着。さらに奥へと進んでいきます。もう少し。到着。こちらは100個の花壇が並ぶ百壇園です。すべてキク科の花が植えられているそうです。とてもいい景色です。ぜひ上から景色を眺めてみてください。素敵な空間で写真撮影も楽しみました。淡路島は美味しい食べ物や魅力的な観光スポットが多く、私も何度も訪れています。過去に南淡路を観光した時の動画も上げていますので、合わせてご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。いいねやチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。